映画は順調。まあ、やることはいっぱいあるなっていうところで、やるところですあっ、すみません、あの、動画一回休みます。すみません、こんな場で急にいいことじゃないかもしれませんけど、動画一回休みます。休止します。ちょっともう、あの、限界が来てますね。ちょ、ちょっと限界が。まあもちろん、あの、お怒りのね、気持ち、声とか多分たくさんあるとは思うんですけど、ちょっとあの、限界ですね。あ、なんでできたら止められんわ。<laughs> かなりやっぱり、あの、来てるなっていうところが伝わったと思いますんで、すみません、本当に。あの、動画は一回休みます。もう、切り替えます。どれぐらいの期間休止 まあなんかもろもろがしっかり終わっていやもう本当にあのまなんかもうあのそいそが一回休んでからダセでダラダラやってる感じが非常にまあいろんなことがあったんですけど S4 がなくなったりとかまあいろんなことがあったっていうところがあるんですけどモチベーションが今っぱ壊滅的にないですね非常にラジオもラジオはやりますもう普通にやめろよ動画いやあのーやっぱ楽しくやりたいよね楽しくやりてえもう限界でしたねかなり限界でしたねかなりやりたくなかったですね ラジオやめないのは何でなのラジオは楽しいから。ラジオは見てくれてる人もたくさんいて楽しくできてるからです。猫買って猫動画上げる方が楽だし稼げそう <laughs> いや。やりたいことをやっぱりやるべきなんだな。やりたくないことをいやいややるのって良くないんだなっていうところで、今んとこやってて楽しいのが社会特報部。まあ、てかそんな大した動画上げてないけど、竹内とやってるやつとラジオぐらいしかなかったというところでもう限界でしたね、かなり。 まやっぱ全員に対してやっぱ良くなかった。その動画を本当に好きな人とかにも良くなかったし、動画を俺らのことを嫌いな人にも良くなかったし、俺らにとっても良くなかった。三者が今三方ともで両存、三者三両存みたいな感じになってしまってるので、そう、誰にとっても得じゃない動画を出し続けてたなっていうところで、こうだったらやっぱ思い切ってね、一回ね、ちょっとやっぱり、なんですか、やり直すじゃん、改めてやり直すじゃないですけど。 まあ、ラジオはあるし、アフタートークももちろんあるし、週に1回のメンバー失敗シもあるけど、それ以外のことは一回休む。やりたくないことをやれるなら会社員やってるわけで、その通りなんですよね、本当に。なんでやりたくないことやってるんだろうなって、ちょっとやっぱり軽く疑問に思いまして。なんでこんな嫌な気持ちになって動画を撮って、で、まあま、締め切りも過ぎるとせつかれますわな。なんでこんなに嫌な、やりたくないことをこんなに一生懸命やってるんだっていうところで、やっぱ疑問が浮かびましたんで。動画楽しかった時期ってあるんですかいや、これやっぱり思ったんですけど、今までずーっとモチベーションは俺変わってないと。 動画を始めた頃から同じモチベーションでずーっとやってるっていうお話してたかもしれませんけど、初めてかもしれませんけど、モチベーションが今これが下がってるっていう状態なんだなっていう。今まではもうずーっと言って、で、今回初めてモチベーションが減ったのではっていう形になったんですよね。今日いろいろ話し合ったんですけど、そいスが上がったらおそらく俺も上がるんだろうっていうところでバランスをとっていたような気はしないでもないんですけど、今回ばかりちょっとソイスさんも別にその上がってないっていうところで、明らか重ん動画増えたし、まあそうですね。まあそれはやる気に、如実に、まあいろんな要素があるんですけど、 まあ、そのメンバーが一緒にやってくれる人がいないっていうところでやりにくいっていうところはいろんなことがあるんですけど、まあこれ、そいそのせいにしてるように聞こえるかもしれないけど、結構そいそのに寄ってる部分が結構あって、俺のやる気って結構人に左右されるところがめちゃくちゃあって、例えば今 M3 とか、M3 の方とか映画の方ってめちゃくちゃやる気あるのは、みんながめちゃくちゃやる気を持って進めてくれてるからっていうところに結構乗っかかってる部分があって、紙飛行機みたいなもんですよね。風に乗ってちょっと進むっていう。まあそういうところがやっぱりちょっとありますんで、メンバーシップはやります。 まあまあまあちょっと立て直しですね本当に立て直しをしたいなっていうお怒りはごもっともだし怒られるなとは思ってますけどできれば怒らないでほしいなって思ってます動画休んでも配信頑張るでもないんやろまあ、配信を頑張るっていう考え方がそもそもなくてあんまり言ったらやりたいことをやってるのが配信じゃないですか当たり前ですけど頑張ろうと思ってやってるわけじゃなくてこれ頑張ろうってなってなんか変わるかって言ったら変わるわけじゃないんですよそういうところはちょっとありますんで別に配信と動画は、まあ、モチベーションに関しても何に関してもまた別物ですよね 配信は結構楽しくやってるっていうところがありまして、まあ動画はプラスアルファっていう部分もあって、でその動画が結構つらかったなっていう。そう頑張る頑張らなるベクトルじゃないんですよね、配信って。頑張らなくていいけど休みすぎだろまあこれはまあしょうがない部分はありますよね。これはもうもともと予告してましたし、やることがいっぱいありゃ休むが多くなるっていうのはもう過去の M3 とか全部のやつをひっくるめてその通りですから、最近休みすぎだから今月はサブスク1000は、ああ、じゃあブロックさせてもらいます。 これなんかね、ミノルさんのせいにもよくいるんですよ。なんか、懲らしめてやろうみたいな。よくわかんないんですけど、サブスクが増えたらやる気が増えるっていうのが絶対明らかんなのに、なんでサブスク減ったらやる気出ると思ってるのかよくわかんなくて、明らかに人が増えたりとか、サブスク増えた方がやる気は絶対出るはずなのに、なんか頑張ってないからサブスク減らそうってなったら、やる気ももちろん減っていくに決まってるじゃないですか。意味がわかんないんですよね。モチベーションを上げさせたいんだったら、もっとなんか飴を与えるべきだし。<laughs> でも舐められるの嫌じゃん <laughs>。ブロックしてで、あ、じゃあ、お別れですね。 これミさんスれ以外にも全部にいるんですけど全配信者のそれにいるんですけどなんか頑張ってないからお仕置きしてやろうみたいなそれでなんか配信が良くなってると思ってるんだとしたらかなりヤバい奴だなっていう俺と同年代の配信者は全員同じ理由で怒られてる新しいことをしないダラダラやってる同じことを繰り返しているやる気がないやる気が見えない、えー、サボっている全員同じ全員って言ってもそんなにサンプルを見てるわけじゃないんですけど 見てやってる感が強い、痛いやつ多いな。まあまあまあ、そういうお客、そういう気持ちになってしまうのは、まあ仕方がないですよね。ことをこのサブスクで与えてるっていう。なので、でも僕はそんなこと気にしないぜっていう。みんなやる気ないんだ、大手でも。まあ同じ理由で全員怒られてますね。加藤純一さんもそうですし、布団ちゃんさんもそうですし、大江の高之さんでもそうですし。そういうやつは懲らしめてやろうと言ったんて建前でただただムカついてるだけだぞ。<laughs> まあやっぱそうなんでしょうね。うん。まあお互いにとって良くないですよね、だから。